ムーンデスムーンのお時間です。皆様どうもこんばんは、アメドリです。本日もムーンデスムーンやっていきたいと思います。早速前回のおさらいから、まああらすじをちょっとやっていこうかなと思います。前回ですね、まあそれこそ街の中ひたすら探して夜道がついにですね見つけたわけですよね。その見つかったところから再開していく、そしてそこからがこのムーンデスムーンの最終エピソードに入っていくわけでございます。どんな結末が待っているのか、続きやっていきます。最初に歪んだのは、路地に落ちる濃い影だった。影が形を歪めて、それから街の輪郭がぼやけ始めた。コンクリートの壁が塊のように、濃く、重たい霧に姿を変えた。どんなに濃くても、霧には違いない。まっすぐ立ったままではいられない。顔を上げれば、電柱が上の方からポロポロと砂になって崩れた。少しでも風が吹くと、霧は、砂は、瞬く間に形を失ってばらけてしまう。やがて、足元のアスファルトさえ、海みたいに波打ち始め、どこかへ流れていった。これは、再び別の世界なのかな？夜道の知っている昼の街が、崩れ去ろうとしていた。夜の世界が崩れるときと、全く同じだった。狭い路地があんなにはっきりとここにあったはずの民家やビルがあっけなく崩れて消えた。気がついた時にはもうそこがどこだったのかわからなくなっていた。町を作っていたはずの霧や砂は混じり合って一様に広がった。そして最後に空が晴れた。雲が、ではなく、空そのものが晴れた。茜に染まり始めた空が遠のくと、その向こうには、真っ暗な宇宙が広がっていた。暗い空に、星々が、瞬いていた。再び、この世界に。夜道はいつの間にか真っ白な砂を踏んでいた。今、この場所で目が覚めたのだと思った。夜の世界から戻ってきて、街のどこかで目を覚ますときと同じで、星の世界から覚めて、彼女は別の場所に立っていた。夜道は月の砂漠にいた。目の前に彼女がいた。ねえ、と、声をかけられて、振り返った姿のままの窓辺がそこにいた。そのままなのは、夜道と窓辺だけだった。二人だけが残されて、
それ以外のすべてが変わった。夜道が声をかけて、窓辺が振り向いて目が合った。その途端だった。まるで二人が出会ったことをきっかけにしたみたいだった。窓辺は夜道を見つけると、いつものように笑った。夜道ちゃんじゃん。それだけで、ここは月の世界なんだと、夜道は実感した。足元の砂の感触より、この景色より、彼女の気の抜けた声の方が、この世界を形作っていた。なんか、久しぶりだね。彼女が笑うので、夜道も一緒になって笑うしかなかった。ほう。なるほど。崩れ去ったって、昼の街が崩れ去って、そこから再び月の世界、この世界にやってきたということですよね。で、そこには窓辺がいて、続きどうなっていくんでしょうか。やっていきたいと思います。いつかみたいに、二人で何もない月の空を眺めた。窓辺さん、何してたの？さっきまでいたはずの路地の湿った匂いは、もうどこにもない。でも確かに、さっきまで、夜道は昼の世界にいて、窓辺も同じ路地にいた。何してたんだっけ、私。彼女は、スンスンと鼻を鳴らす。月の砂漠は、月の匂いがする。それから窓辺は自分の服の匂いを嗅ぐ。あ、思い出した。パチンと彼女が指を鳴らした。久しぶりに喫茶店に行ってたんだ。豆が変わって悲しかったって前話だよね。なんと今日行ったら元の豆に戻ってました。やったね。嬉しそうに笑う窓辺に、夜道は思わず目をそらした。それって、あの世界の？さっきまでいた街の喫茶店？そうだよ。窓辺さんも、あの世界にいたんだ。いたね。夜道は口を開けて、でも何も言えなくなった。今自分がどういう気持ちで立っているのか、全然わからなかった。聞きたいことも、言いたいことも、たくさんあるはずだったけれど、どれもすぐには言葉にならなかった。しばらく黙って空を見ていた。何もない空を眺める理由なんてない。真っ暗で一様な空をじっと見ていると、自分がどこにいるのかわからなくなる。気持ちがふわふわして、余計に考えがまとまらない。でもそのおかげで、夜道の口は自然と話し出した。窓辺さんも別の世界に行ける？つぶやくような声は二重にしか聞こえない。行けるよ。いつから？ずっと？いつからだろう。
ヨミちゃんくらい年の頃からかな。ここと、あの町以外のところにも行ったことある？まあ、もちろん。トンネルの中の喫茶店は？それは、知らないかも。空に浮かぶ島は？え？何それ、楽しそう。そこで夜道の言葉は途切れた。傷が痛うみたいに胸の奥がじんじんと響いた。息がうまくできなくて意識して深呼吸した。ゆっくり時間をかけて夜道は窓辺の言葉を飲み込もうとした。彼女が瞬きを繰り返しているうちに、窓辺は、そっか、と何かに気がついた。夜道ちゃんは、お年頃の女の子だったね。夜道には意味がわからなかった。小さく首をかしげると、窓辺はちょっと得意そうな顔をした。じゃあ、ヨミチちゃんは、あの町の生まれなんだ。生まれ？あの世界で生まれた？うん、そう、だと思うけど。だから、そうなんだね。そう？彼女が微笑む理由が、夜道には全然わからない。窓辺は何かを知っている。それをこれから教えてくれようとしている。きっと自分には想像もつかないことだろう。聞いて自分は驚くだろう。そんな予想をしながら、でも不思議なことに、夜道はもしかして、と思った。ずっと彼女の中にあった予感が、その時、頭をよぎった。もしかして。夜道が窓辺を見た。私だけじゃなくて、窓辺さんだけじゃなくて。窓辺と目が合った。それだけで彼女の予感はもうほとんど確信になっていた。誰でもいろんな世界に行ける。聞いてから夜道は息を呑んだ。自分がそんな想像をしていたことを今初めて知った。でもずっとこの胸の中にあった。そうだったらいい。そうじゃなかったらいい。その両方の気持ちが自分の中にあったんだと気がついた。もちろん。窓辺は深くうなずいた。私たちは、誰だって、一つだけじゃない。いくつもの世界を生きてる。なるほど。あ、聞いたことない BGM だな。ヨミチクちゃんぐらいの年頃になると、誰だってそう。太陽が眩しくて目をつむった時とか、人混みの中でぼんやり考え事をしている時とか、誰かに声をかけられた時とか、いつどこに行くのかは予想がつかないけど、ふと別の世界に行くようになる。窓辺は遠く、
月の街を眺めながら話した。いろんな世界があって、いろんな人が暮らしてる。そこで会う人たちも、もちろんみんな、別の世界に行ける。私のヨミちゃんがそうだったみたいに、たまたま二つの世界で出会うこともある。結構珍しいけどね。私は、ヨミちゃんが初めて。ヨミちは、ぼーっとしながら、彼女の声を聞いた。本当に？みんな？学校の友達も、先生も、お母さんも？うん、みんな。まあでも、ヨミちゃんはちょっと早い方かもね。いつからそうなるかは、まあ、個人差がある。窓辺さんは、どうしてそんなこと知ってるの？誰が教えてくれるの？私は、普通に親から聞いたよ。ヨミちゃんよりもっと小さい頃に。ヨミちゃんが今まで何も知らなかったのは、きっと、あの世界の生まれだからだと思うな。どういうこと？ヨミちゃんは、月って知ってる？知ってるけど。ここのことじゃなくて、夜、空に浮かぶお月様の方。夜道は頭の中に思い浮かべた。真っ暗な空に浮かぶ丸い月。知ってる。でも、ヨミちゃんの生まれたあの世界に月はないよね。うん。確かにそれはなんかエピソードで結構聞くもんね。昔々、ずっと昔、人はみんな月の見える星に住んでたんだ。窓辺は昔話でも読み聞かせるように言った。ヨミちゃんが生まれたあの世界は、多分、その星を真似して作られてるんだと思う。その星の街並みとか、暮らしとか、そういうのを再現して人が住んでる。全然、よくわかんない。でも、そうだったら、何？昔、その星に人が住んでた頃、人は、別の世界に行ったりしなかったんだって。遠い昔のことを思い出すみたいに、窓辺は、彼女も見たことのない話をする。みんな一つの世界だけに住んでた。昼も夜もずっと。私も話に聞いたことしかないけど、だからヨミちゃんが生まれたあの世界では、多分別の世界の話をするのってタブーなんだ。タブーっていうかルールかな。この世界でスキップができるのと同じで。ヨミちゃんみたいな子からしたら、いい迷惑だよね。と、窓辺は、ちょっと申し訳なさそうに言う。ヨミちゃんが生まれた世界は、まだ人が一つの世界で生きてた頃を再現した、なんていうか、ノスタルジックなところなんだ。それで、お父さんもお母さんも先生も、ヨミちゃんにそういうことを教えなかった。まあ教えなくても、こうやって別の世界で誰かから聞いて知るんだと思う。ヨミちゃんの世界の人たちは、そうやってあの暮らしを続けてきたんじゃないかな。窓辺さんは？窓辺さんはあの世界で生まれたんじゃないの？私はあそこにある月の町で生まれた。ヨミちゃんが生まれた世界に行くようになったのは、大人になってからかな。でも、じゃあ、学校のみんなは？みんなも何も知らない？さあ、どうだろう。知ってる子もいれば、知らない子もいるんじゃないかな。初恋が早い子もいれば、遅い子もいるよね。なんで、誰も教えてくれなかったんだろう。
私はあの世界で生まれたわけじゃないから何とも言えないけど。窓辺は腰に手を当てて考える。彼女もあの世界のことを知っている。あの世界の学校に通ったことはないだろうけど、夜道と同じぐらいの子供とすれ違うことはある。まあでも夜道ちゃんだって別の世界に行けるってことを誰にも相談できなかったわけだし、みんな同じように思ってるんじゃない？そっか、私だって誰にも言えなかった。夜道は絵本の物語でも聞かされているような心地だった。今この場で何かを飲み込んだり受け入れたりできそうになかった。夜道の感覚は窓辺が言うところのノスタルジックな暮らしでできている。遥か昔、まだ人が月の見える星で生きてた頃の日常を今まで送ってきたし、それを当たり前だと思っていた。なんか、違う世界に来たみたい。違う世界に来てるんだよ。そうなんだけどさ。混乱していて、考えがみんな浮き足立っている。今どんな気持ちでいるのかわからないし、この後冷静になった時、どんな風に思うのか想像もつかない。夜道はただ、真っ白な月の砂漠を眺めることしかできない。けれど、同じ疑問が何度も彼女の奥から浮かび上がってくる。みんな、別の世界に行ける？そうだね。親も、先生も、友達も？うん、そう。あの世界で。夜道は、ずっと自分の中にあった問いを言葉にする。あの日の世界だけで、生きなくてもいい？窓辺が短くうなずいた。そうだろうね。どうしてなのか、その時にはよくわからなかった。よくわからないまま、夜道の方を涙が静かに伝わった。他人の涙みたいに思った。温かかった。安心したし、不安だった。嬉しくて寂しかった。彼女はぎゅっと自分のシャツの袖を握った。夜道は滲む景色の中で、今までに訪れたいくつもの世界のことを思い出した。はあ、なるほど。あ、これもなんか新しい曲な感じしますね。まあ、ついにこの世界の謎がちょっとずつ明らかになっていきました。その中で、まあ、昼の世界じゃなくても行ったり来たりできるということを知り、行ったり来たりしてもいいのかなっていう悩みが解けて、それが涙を伝った理由になったという感じですね。ということで、多分もう少しで結構終わりが近づいてんじゃないかなと思います。このムーンレスムーン。果たして結末はどうなっていくのか、お楽しみに。ということで、本日はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。